どうかな。頼むな。よっしゃ、任せな。それではボスの攻略に向かいましょう。了解だ。アクティベートしといてやったぜ。わかった。よし。攻略開始。
会議を始めましょう。どうかな。うん。頼むな。それではボスの攻略に向かいましょう。しておいたよ。あのな、
よう。よう。
れ、シノノンいないの？なんだか最近元気がない感じだったから何か悩んでたみたいで。私の思い違いならいいんだけど、迷宮攻略してる時のことを気にしてるのかもしれない。武器だと敵に接近された時に攻撃をさばききれないでしょ。もちろんその時は私や他のみんながフォローに入るんだけど。うん、だから私たちも気にしなくていいよって言ってるんだけど。シノノ、すごく気にしてるみたいで、もしかしたら自分が負担になってるって感じているのかも。その話をさりげなくしとこうと思ってシノノの部屋に来たんだけど、どこ行ったんだろうね。お願いね。キリト、訓練始めた時あんたは寝てたけどね。それよりせっかく来たんなら手伝ってくれない？近接戦での回避の練習がしたい。何日も寝てないわけじゃない。今は大丈夫よ。訓練を優先するわ。手伝う気がないならどこかへ行ってくれない？集中したいから。でも、
そういうことじゃないの。私は強くなりたいの。今の私は誰かに頼らないと戦えない。それじゃダメ。全然意味がない。私、これは運命だったと思う。この世界に来たのも、射撃スキルが習得リストに現れたのも。自分を守るために、あらゆる敵に向けて矢を放つ。これが、これだけが、きっと私を救ってくれるただ一つの道。何百匹でも、何千匹でも撃ち殺して、膨大な屍の山で全てを埋め尽くして、それで私は、私を取り戻せる。そうでなければ、強くなれなければ、意味がないの。ああ、その子ならちょっと前に見たよ。迷宮区の方に行ったみたいだけど。あれって迷宮区で狩りができるほどの武器なのか。だったらすげえな。どこで手に入れたんだ。ごめんなさい。面倒を追っかけたわね。
ちろん分かっていたわよ。でも、そうなるなら、それでもいいと思った。このままずっと無力に怯えて生きていくよりは。でも、HP が赤くなって、これで消えるのかと思ったら、怖くなった。怯えたまま、ずっと何もできないまま、終わってしまうのが、辛くて、悲しく。キリト、キリト。